歴史ある奈良の伝統行事滝木お能が今日から奈良市内で始まりました。春日大社と興福寺で上演される滝木お能、このうち春日大社では今日午前獅子走りの儀が行われ、コンパル流のコンパル則和さんらが翁という演目を奉納しました。各地で行われる滝木能の起源とされる滝木お能は、平安時代に興福寺の修二会で能の原型である猿楽が舞われたのが始まりといいます。奉納された翁は国家の安泰や五穀豊穣を祈る儀式的な内容で、能の古い形をとどめています。滝木お能は明日まで行われ、関瀬、コンパル、宝生、金剛の与座による能と大蔵流の狂言が上演されますが、今日夕方に興福寺で予定されていた南大門の儀は雨のため奈良百年会館に会場が変更されました。